今日ももう一席お付き合いをお願いしておきますけれどもね、ね、なんとなく嫌な予感はしてるとは思うんですけどね、後半は後半で長いですよ。でもね、今日言っときますけども、御嶽海は優勝関係ないですからね。ですから、安心して、今日はお付き合いを願いたいと思うわけで、そんなに寄せない当たりですけどね。私の歌謡賞においでいただきました。本当にありがとうございます。これからもこんな風に落語もやったり、でいろんな芸人も挑戦させていただいて、5月15日にはそういうチラシがございますが、3人の和芸第2回ということで、今日ね、日本舞踊の松川先生もお見えになっておりますけれども、日本舞踊、そして、邦楽、そして落語の、三者でもって善光寺の由来のですね、おけち脈の、コラボをやろうということで、芸術館でやるように、ね、一人、今もチケットも持っておりますので、もしよろしい方はお買い求めいただいてですね、まだまだ日がございますのでね、よろしくお願いします。これからも頑張りますので、どうぞよろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。今日は、はい、長野県はネオホール、ネオホールですね、来ておりますけども、はい、今日落語の会がありました。はい。何という会なんでしょうか。それからちょっとご紹介お願いしますか。はい、これは教師の勉強会、教師の勉強会といいまして、はい、私快楽亭教師という名前で落語をやっておりますんで、その教師の勉強会ということで、毎回私が新ネタを下ろすと、そういうことを一番中心にやってる会です。なんかネタ下ろしの会ということなんですけど。そういうことなんです。はい。今回で何回目になるんですか。今回で3回目です。3回目。はい。どうでしたか、今日の出来栄えは。今日ですか、はい、今日ね、いや、お客様はね、やっぱりね、なかなか難しい話だと思ったんですけどね、はい、いい具合に盛り上げてくれたんで、大変に良かったです。お客様はこう目の前で新ネタをやるっていうのはなかなか大変なんじゃないかと思います。やっぱりコロナでなかなかね、そういう機会がないもんですから、はいはいはい、自分でこういう会を主催しまして、でやらせていただいていると、そういうわけなんです。たくさんの方が来ていただいて、はい、本当に良かったなっていう、ね、本当に良かったです、ありがたいです。ちょっとお仲間をご紹介いただきます。そうですね、はい、一緒にやってる仲間を紹介させていただきます。はい、はい、それではまずははい、こちらは中津川ライトさんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、同感という話をやらせてもらいまして、はい、ちょっと緊張で話が飛んでしまったんですけれど、はい、はい、もし次の機会がありましたら、しっかりとやらせていただきますんで、よろしくお願いします。次の機会があると思ってんだ。え？いや、結構です。結構。そして次は、次は気楽亭一歩さんでございます。はい、はい、気楽亭一歩です。よろしくお願いします。こんにちは。はい、こんにちは。どうです？今日のお題は？お題は長短という気の短い人と気の長い人の、はい、なんていうんですかね、和気あいあいとした、和気あいあいとした、はい、トークです、ね、はい、トークこ古典落語ね、古典落語ね、すみません、はい、うまくいったんでしょうか。どうなんでしょうね、いってるんですかね。もうちょっと自分では難しくてですね、でもちょっと笑い声、はい、かすかに聞こえたんで、かすかにね、ありがたかったです。飛ばすことなく、そうですね、ちょっと飛ばしたのもあるんですけども、長短だからいいかな。よくわかんない。何を言ってるか。すみません。ありがとうございます。はい。中村亭信州さん。信州さん。はい。ああ、中村亭信州と言います。上稲郡の中川村から、はいはい、呼んでいただいて、先生にやらせていただいております。今日のお題は。今日はゴンスケ芝居というのをやらせていただきまして、先生が毎回ネタ下ろしをされるので、それに、はいはい、あやかりまして、毎回僕もネタ下ろしをさせていただいておりますので、初演でございました。
どんな風にできたんでしょうか。あのだいぶ緊張はしましたのでいっぱい飛ばしちゃったんですけれども、それでも皆さん方面白かったっていうおっしゃってくださったので、あのすごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてメインの、はい、はい、はい、快楽亭教師でございます。はい、今日はあの2席やったんですけど、一つは時そばね、それからもう一つは居残り左平次という話をやらせていただきました。先生としては、落語の面白さというのはどんなところにあるんでしょうか。あの落語っていうのはとにかくあのもうこう何て言うんですか、一人でやるわけじゃないですか。背景も何にもなくてね、そういう中でいろんなものを演じて、いろんな人といろんなものを演じていくっていうのも想像がこううんと膨らむでしょ。これが本当に面白いですよね。どんなところにこう魅力を感じ、そしていつ頃こうやろうと思ったんですか。もうそれはね、あの私子供の頃から、小学生の頃から、ね、ラジオで聞いた時代から、ね、ラジオ聞きましたよ。もうね、いや別にラジオしかなかった時代じゃないですよ。あ、そうです、ね、あのじゃあラジオで聞いたりテレビで見たりしたい、でもラジオで聞いてね、この話の落語が面白いなと思って、うん、あの時代劇が大好きだったんですね、うん、だからそういう時代劇の世界をもう自分でできちゃう、もう出演もできや、ね、あの監督もできるっていう、これはもう魅力ですね。まあ、なんか現代風に言えばジャンル的には一人芝居かなっていう、まあまあそういう風な見方もありますね、その辺は今後としては、ね、まだまだ続けていかれると思うんですけども、はい、そうですね、あのまたあの新しい話にも挑戦していきたいと思いますし、それから今までやってきた話もね、もっと練ってきたような話もありますしね、それとまたあの今回もそうですけど、いろんな人があのこの会に出てもらってね、はい、でまたあのいろんなこうコラボっていうか、そういう風になるといいなっていう風に思っております。じゃあ今回はたまたまこの 3人衆が出られたという。そうですね、本当にたまたまです。でも2回目です。2回目にいただきました。今回3回目なんですよね。まあ3回目だけど来て、この人は2回目、そうですね、それぞれね、それぞれ、ね、いただきましたね。何回目なんですか。初めて出させていただきました。ね、どうですか、今後の目標なんか一言。いや、次回出させてもらうことを目標に頑張らせてもらいます。そうですね、あの目標は次回はあのまたあの頑張りたいと。あ、次回は呼んでもらえるかどうかわかんないですけど、それはもう心がけしたい。心がけしたいですか。亀さんの行動です。まあそうですね。そしてこちらは、あ、僕もぜひまた呼んでいただいて。何回目なんですか。あ、3回目です。あのじゃあもうパーフェクトで。あの、そうそうそう。あの次もまた新しいネタを、これがないと覚える気にはなかなか湧いてこないので、コロナのせいもあって。目標にもなります、ね。はい、モチベーションがこぼれてもらってます。はい。まあね、あのこれからもね、こうやってあの今回もね、若い方が出てくださったりしてね、いろいろな人がね、あの落語をチャレンジしてくれるといいなと思いますしね、はい、であのやっぱり それぞれやればね、3人寄れば三者三様ですからね、うん、もうね、十人十色でいろいろともうやり方違いますので、それぞれ の落語がありますんでね、うん、あのぜひそういったので、もうお互い刺激し合いながらね、よりこう面白くして、もう長野市とかね、長野県とかね、よりこう面白くなるようにしていきたいなと思ってます。うん、今後の夢はどうでしょうか、先生の。夢ですか、はい、夢ね、まあ、あのこうやってあの大勢の人でね、あのもうぜひあの大々的な寄席をやりたいですね。ちょっと大きなところが借りられたら、大きなところを借りて、もう大々的に寄席を開いていきたいなというふうに、ね、落語だけじゃなくていろんな色物さんも出てもらって、ね、やっていきたいなと思っておりますので、はい、じゃあぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。